なんか寂しいですね。この中で血まみれの T シャツが見つかったらしいんですよね。あ、なんかいる、なんかいる。これが遊歩道ってすごくないですか。まあ多分この崖から突き落とされたんでしょうね。ちょっと怖いですね、なんかこの部屋。やべえ。びっくりした、びっくりした。これ顔だ。うわー、ちょっと待って。こんにちは、まめです。日本一周心霊スポットの旅関東編9日目ということで、現在地は九十九里です。このチャンネルではバイクで日本一周しながら全国の心霊スポットに待っています。ということで、海の真横を走ってます。海が見えない。なんかこの辺はやっぱ廃墟が多いな。ほら、こういうのとかも多分廃墟だよね。千葉はね、廃墟がめっちゃ多いみたいですね。中心部から外れてくとどんどん廃墟が増えていくみたいです。あー、有料道路、これ多分海沿いなんじゃないかな。ちょっと乗ってみたいな。海見えないじゃん。やばい、首が絞められて痛い。首が絞められてる。風強え。いや、もう満足したわ。もう降りたい。ちょっと待って、首が絞められて痛い。首が痛い。ちょっと待って、もう降りる。しかもこれ無料なんだ。はあ、死ぬこと思った。ということで、これから向かうのが千葉県の勝浦にある心霊スポットのおせん転がしです。ここは崖なんですけど、昔ね、おせんっていう女の子がその崖から突き落とされて死んじゃったことから、おせん転がしっていう名前がついたみたいです。まあ、名前の由来もかなりね、物騒ですけど、まあ、その場所は転落事故とか飛び降りとかも多いみたいで、まあ、昭和27年におせん転がし事件っていう、まあ、結構ひどい事件があって、まあ、おせん転がしで母子3人を突き落として殺したっていう事件だったんですけど、まあ、そういういろんなことが重なって、この場所は心霊スポットになったみたいですね。まあ、ここへ夜行くと少女の霊が出るそうです。まあ、ということで、ここも心霊現象が期待できるじゃないでしょうか。でね、おせん転がしの真横に滑川アイランドっていうめちゃめちゃでかいハイテーマパークがあるみたい でそこもね、心霊スポットって言われてるみたいなんですよね。ちょっと明るいうちに周辺がどんな感じになってるか見たいんで、まずはなめかアイランドに向かいたいと思います。もうすぐ着きます。すっげー山ん中です。はぁ、桜が散ってる。おー、なんか綺麗。あ、なめかアイランド前、なめかアイランド駅前、ここの辺だな。え、なにこれ、駅なんてなくない。あ、これや、ちっちゃ。ちょっと一回駅を見ましょう。はあ。でね、この駅はその潰れちゃった滑川アイランドのために作られた駅なんですよね。ってか、まあ名前がそうだからね。で、そのまあ潰れちゃったんでね、もう、まあ、ほとんど利用する人がいなくなっちゃったみたいで。へえ。で、無人駅なんですね。寂しいですね。で、今はね、1日19人の乗降者数らしいですね、平均。なめ川なんだ、なめ川アイランド。すごい、なんかもう周りがすごいな。もうこの空間がなんかテーマパークみたいな感じがする。すごい、ヤシの木がいっぱい生えてる。なめ川アイランドはどこにあんだ。あ、地図。あ、現在地がここ、アイランド駅。あ、ここなんだ。で、おせん転がし。え、ってことはどこだ、この辺ってことかな。どこ、ちょっとバイクで見てみましょう。こっちってことかな。あ、これがそうなんかな。多分ここがね、滑川アイランドだった場所なんですね。で、多分この先に入り口があるんだ。ちょっとだけ見てみましょう。あ、猿だ、猿。ほら。うわぁ。すげぇ。ここが入り口だ。そうで、年間のね、来場者数も100万人以上だったらしくて、すごいっすよね。めちゃめちゃ
昔は賑わってたみたいですね。そんな面影みじんもないですよね。そんな人が来てたっていう、まあ、バブルが崩壊してお客さんの足がどんどん遠のいて、まあ、最終的には経営不振で閉園しちゃったみたいですね。でね、ここも心霊スポットとして有名らしくて、この中で血まみれの T シャツが見つかったらしいんですよね。もう割と最近なんですけど、2013年だったかな、まあ、閉園したのが2001年なんですけど、でなんか警察がいろいろ捜査したらしいんですけど、まあ真相は解明されないまま終わったみたいですね。すげえ、この奥に一大テーマパークがあるんですね。鳥、謎の鳥がいっぱい。なんかいる、なんかいる。おお、なんだなんだなんだこれ。おーい、奥にもなんかいる、奥にもなんかいる。なんかかわいい動物だな。これ以上ズームができない。今の動物の楽園みたいになってるんですね、多分。ああ、すげえ。猿いねえかな。そしたらね、お線転がしもちょっと見ときましょう。なんかね、4キロぐらいあるらしいんですよね、お線転がし。まあ、ちょっとね、地理とかを見ておきます。多分ね、この先なんじゃないかな、お線転がし。この細い道。本当にこんな場所なのかな。でね、お線の供養塔みたいなのもあるらしいんですよね。あ、なんか見えた。あれかな、あれがお線の供養碑かな。うわー、ここは風がすげー。あー、多分そうだ。こんにちは、お邪魔します。お線の日って書いてあるね。こんにちは、お地蔵さん。うわー、これだな。ちょっと待ってね、お賽銭。お線転がし、高さ 20m、 幅 4km に及ぶこのお線転がしにはいくつかの秘話が残されています。皇族の一人娘お線は日頃から年貢に苦しめ領民に心痛め、皇族の一人娘お線は日頃から年貢に苦しむ領民に心を痛めており、年貢を下げるように父親を説得したんだ。しかし強欲な父親は年貢を下げなかった。ある日汚染は、領民が父親の寝込みを襲い殺害しようとしていることを知った。汚染は父親の服を着て身代わりとなり、断崖から夜の海へと突き落とされて殺されてしまった。翌日領民たちはそれが汚染だったと知り、深く後悔してここに地蔵尊を建てた。その後父親も心を入れ替えたそうだ。これがこの崖が、汚染転がしと呼ばれる由来だぜ。なるほど。汚染は父親の身代わりになって殺されちゃったんですね。で、領民の方たちが、なんだ。うわー、ちょっと、うわー、やべえ。すか、海がすげー綺麗、透き通ってる。あー、怖っ。ちょっと待って、あっちの上はなんだろう。上行ってみよう。ね、これ夜来てね、ちょっと滑っちゃうとかなったらシャレやんないからね。うわ、あー、やばい。こっちはもっと怖いぞ。ギューンっつってね、押したら、すげえな。なんかね、世界一やばい遊歩道があるみたいな噂なんですけど、どこだろう。ここに見えてんのが全部汚染転がしたのかな。お邪魔しました。したら、ちょっともう少し周り探索します。なんだ、すげえ山道に来ちゃったな。どこだ。うわー、なんかすーげー道。おー、うわー、なん
かすげえ不思議な道。これは今汚染転がし沿いってことかな。あーそこっぽいな。あれ YouTube で見たぞ。あそこっぽい、あそこっぽい。あーこれだな多分。ここが汚染転がしに向かう道ですねきっと。この上ですね。あれ違うか。あれ違うな。んこっちか。これか。これなきゃないよね。これこれやばいぞやばいぞ。これなのかな。嘘でしょ。これこれじゃないよね。ちょっと待って。これやばくない？いやーもう雲の巣が。嘘でしょ。嘘でしょ。待ってヘルメットかぶってくれよかった。えっ、サブネムネム。いった。本当に合ってる。うわ、崖に入れました。めっちゃ怖いな。本当に踏み外したらアウトだぞ。うわーすげー。ここがね遊歩道らしいんですよね、国公認の。すげえ。フェンスとかないからさ、マジでほんと怖いよ。これが遊歩道ってすごくないですか。あ、こっからまた草ゾーンに入っちゃうんですね。あ、なんかあそこに鳥居あるじゃん。あれなんだろう、鳥居だよね。あれほら鳥居がある、海の横に。何あれ、あそこ行けないかな。行けなそうだな。まあ、多分この崖から突き落とされたんでしょうね。うわマジでやば。こんな落ちたら即死ですね。うわ怖い怖い。想像しただけで。ああこの上も崖なんだね。2段階やってんだ。ここがほんとさ狭いからさめっちゃ怖い。マジで怖いマジで怖い。なんか落ちる想像しかできない。戻りましょう。はあ、すーげえ場所だったな。よし、そしたらホテル探します。はあ、どこだ。こんなところにあんの。すげえ住宅街だけど。あーこれだな、アンティークホテル。ふう、右左。すごいな、なんかめっちゃでかいな。屋敷みたい。これですね、なんかねドラマのロケ地とかにもあったらしいですねこのホテル。アンティークは心の安らい。すげえな、テラスみたいなのがあるよ。着いた。おお、すげえだ。なんかアンティークですね。こんな感じ。なんかちょっと「バイオハザード」の部屋みたい。ほらセーブゾーン、こういうところにね鍵が入ってますよね。
銃の弾とか。最果てから徒歩5分、これロケ地だったみたいですね。怖いですね、なんかこの部屋。こんにちは。で、これ最近星降る夜に、ここロケ地だったみたいですね。吉高由里子、北村匠海、ディーン・藤岡、千葉雄大。すげえな。バイオハザードの洋館だよ。はい、ということで夜になったので心霊スポットに向かいます。いやー、この辺は夜になるともう車が一切通らないんですね、まあ、こっからねさらに30分ぐらい田舎の方に進むんですけど、あーていうかそうだ、目的地を変えました。ちょっとね、汚染転がしは夜行ってもね何も映らなそうなんで、多分映像的にねほぼ暗闇をお届けすることになってしまうのでやめました。やめて奥米水道っていう心霊スポットに変えました。まあ、ここもまあまあ有名な心霊スポットですね。まあ、隣接してる湖があるんですけど、三島湖っていう、まあ、そこで昔水難事故があって男性が亡くなってからそのトンネルで心霊現象が起きるようになったみたいですね。まあ、ここは普通に使われているトンネルなんですけど、まあ、夜は立地的にもね車もほとんど通んないし見た目も相当不気味そうな感じだったんで、ここも心霊現象が期待できるんじゃないでしょうか。っていうか今泊まってるホテルめっちゃ怖いんですけど、夜になるとあのアンティークと心霊って結構表裏一体というか紙一重的な感じですよね。すごいいい感じだと思ってみればなんかいい感じなんですけど、なんか怖いと思い始めるとすごい怖いぞ。え、こっちこの先っぽいですね。マジで準備する場所あるかな、この先。マジでこれ何、これやばい、あ、やばい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 、この日やばいな、この道マジやばいな、やばいやばいやばい、早く行こう早く行こう、鹿出てこないっしょ。そっちはなんかキョンとかいうねわけわかんない生物がね繁殖してるらしいですね。いやいやいや、これ何この道、割とさ細いのにガードレールもないし横崖だし、なんだこれ、はい、廃墟だ廃墟だ廃墟だ、なんだ、あ、お墓だ、あー、なんだちょっと待ってあーもう、あーびっくりした、走る、あ、もうあと3分で着くじゃん。あった、街灯があった。よし、ちょっと体勢整えよう。やばい、何の音、ライト、ちょっとよし準備 OK。 ちょっと待って、どっから今の音、何、俺と真後ろから今音がしてるんだけど、なんでって、これ待って、着いたかも、これか、それこんなとこ誰も通んないよ、やばい、てかちょっと待って、バイク止めとく場所がないな。奥米水道って書いてありますね。ちょっとね一回バイクでじゃあ通ろう。お邪魔しまーす。うわー空気変わったな、寒い、めっちゃ寒い中、ものすごい湿気とものすごい寒さ、なんでこんな温度下がるんだ。ちょっと待って、とりあえずね一回抜けよう。あー脇に穴がある、あ、
抜けて、これも奥込み水道なんですよ。なんかね、落石かなんかで2つにトンネルが割れちゃったらしいんですよね。多分これがそういうことだよね。抜けた。うわー、これだこれだ、橋ですね。うーわー、気味の悪い橋、真っ赤な橋ですね。で、この両脇がでっかい池になってんすけど、池ってか湖か、これが水難事故があった。あー、やばい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 、湖ですね。ちょっとじゃあ用意します。そしたら準備が一人に向かいます。いやー、結構長かったな。てか、かなり長かったよな、多分。あんま記憶ないけども、なんか声聞こえなかった。てか、何これ、声の聞こえた方にお地蔵様が。こんばんは、すいません、夜遅くにお邪魔いたします。なぜあんなところにお地蔵さんが。奥ごめわしだって。うわぁ、めちゃめちゃ広い湖。ちょっ、なんか動いた気がしたんだけど、気のせい気のせい。やっば、ちょっ、嘘でしょ。これなんだろう、会社か、釣り船店ですね。これ釣りの船なんだね、これは。待って、ちょっと昨日のおじゃがいけど日になんないぞ。奥込み水道です。昭和33年3月だって。お邪魔しまーす。手掘りですね。ザラザラのトンネル。やっぱやばいとこってやばいっすね、マジで。ここで幽霊出てきてくださいなんて言えないもんね。とか、もうね、トンネル内の温度がね、マジで一気に10度ぐらい下がったんじゃない？本当にね、冷蔵庫の中みたいですね。寒い。とりあえず1個目の。あ、コウモリか。トンネルは抜けました。ここで多分落石で、本当はここもトンネルだったけど2つに割れちゃったってことですかね。すごい切り立ってますね、岩壁が。2つ目入っていきます。お邪魔します。やばいやばい。あ、よく見ると、よく見るとっていうか、あ、明かりついてるんですね、一応よく見ると。うんって言わなかった？うんって。また。ちょっと待って待って、やばいやばいやばい。あ、で、これだ。横穴。やば。ほら、そう、ここ横穴があるんですよ。
めっちゃ狭いな。ちょっと入ってみましょう。温泉トンネルを思い出しますね。よし、ちょっと入ってみます。うわ、上すげー水滴だらけじゃん。ちょっとね、すっげーキラキラしてる金色の、これ金色の何なんだろう。この穴子自体は何なんだろう、マジで。朝鮮トンネルの洞窟より狭いな。この先は行き止まりですね。行き止まりなのかな、あれ。てか、まあこっからちょっと水がめちゃめちゃ溜まってるんで行けないですね。なんか後ろ振り向くのがめちゃめちゃ怖くなってきちゃった。やばい、やべえやべえやべえ、出よう出よう出よう。よし、マジ苦しい。なんかね、すーげえ気配する。なんか今出たところで誰かが待ってるような気がしたもん。なんか何これ、なんかの陶器だよね。びっくりしたびっくりした、これ顔だ。ほら、マジビッタ、こっちもだ。何これ、マジビッと。何これ、まあ、なんか天使ですかね、多分。何の音、声しない声しない、誰か来た。本当に誰か来た。ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい。もう一個ぐらい多分横穴があったと思うんだよな。これかな。あ、これですね。まあここはね、入ってもすぐ水浸しなんでもう行けなくなっちゃうんですけど、あれなんだろう、なんか先に見える気がする。てか続いてそうだな、道が。まだ水たまりの先、あれ、なんか出てきそうっすね。 X ファイルの第1話ってこんな感じのところじゃなかったっけ。半魚人みたいなの出てきそうっすね。足音が聞こえる気がするんだけど、こっからまた普通のコンクリに変わりますね。
見てるって言わなかった。やばい。はあ、抜けました。なんだこれ。ああ、ここの下は川になってんだ。ミラー何も映んないじゃん。よし、そしたら戻りましょう。まあ、今多分12時ぐらいかな。まあ、当たり前ですけど車は1台も通んないですね。よし、ちょっと戻って、じゃあもう一回最後バイクで通って終わりにしましょう。ちょっと待って、そっち 何があんの。こっちは多分池だよね。ダメだ、何も見えねえわ。なんだこれ。あ、鶴だ。センバーズルーのちょびっとバージョンみたいな。またなんか音ガーってしたな。トンネルからすげえ音しなかった今。ドーンって。この悲鳴みたいな声、なんかの鳴き声ですね多分。あれかな、キョンかな、キョンが鳴いてんのかな。出口まで戻ってきました。お邪魔しました。失礼します。すげえ綺麗な月。お邪魔しました。帰ります。ただいま4フォア。相変わらずかっこいいですね。よし、戻ります。最後にすいません、お邪魔します。やばい、なんか来たかもしれない。終わりにしよう。まあいいや、ちょっと多分何かが来たと思うんで帰ります。いや、お邪魔しました。っていうかさ、県外なんですけど、ずっと。どうしよう、道あんまり覚えてねえ。どうしよう。ああ入った、電波入った。やっと帰れるわ家に。ああ、そこやばかったな。ああ、なんだっけ、エンディングだエンディング。はい、ということで奥込め水道でした。てかちょっと待って、この帰り道やばいな、これやばい。なんか声聞こえなかった。ちょっと待ってよ、マジ。待って。やばい、後ろからなんか、ちょっと待って。大通り出た。大通り出た。ああ、ちょっと待って。やばい。なんかやばい。待って。よかった、車がいてくれたよ。今の対向車とのすれ違いで正気を取り戻したわ。死ぬほど背後から気配がしたんだよな。なんか変な感じ、背中があったかい。はあ、そうだ、エンディングだ。はい、ということで奥込め水道でした。なんかそこやばかった。やっぱなんつうか、何かがいるっていう感じがすごい伝わってきましたね。はあ、もう早く帰ってビール飲んで寝よう。いやー、またでもあのホテルも怖いな。なんか心霊スポット行った後のああいうホテルって戻ってもめっちゃ怖いんですよね。まあ、という感じでまだまだ日本一周心霊スポットの旅続けていけますので、よかったらチャンネル登録してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。